はい、では今回からは対数に入ります。いよいよ対数です。指数が一通り終わったので次対数に入るんですけど、やっぱり指数と対数ってそのまま連なって考えないといけないんですね。なのでここに書いてあるグラフは皆まで言っていませんが、もちろんこれらは y イコール a の x 乗というグラフを書いています。これはもうパッと見たらわかるよね。で、こっちは何かっていうと、この a という部分が t、 そこって書いて t なんだけど、 t がまあ1より大きいとき、で、こっちは0から1の間のときのグラフを指していましたよね。で、a イコール1のときはもちろん1の x 乗だから y イコール1っていう x 軸に平行で0、1を通る直線になってるはずなんだ。で、今回このグラフはどっちも1、0、0、1を通って、まあ x 軸を全近線とする曲線になっています。さあ、ここから対数どう考えていくんでしょうか。まず、考えるのはある x の値 p です。例えば p に対して x の値が p ならば y イコール a の x 乗に p を与えて、y の値は a の p 乗になるはずですよね。もちろんこっちも一緒です。まあ例えばこっちでもいいですよ。こっちでもいいですけど、ある点、まあちょっと違う値にしましょうか。q にしたら、ここの値 y っていうのは a の q 乗です。じゃあ逆にですよ。逆に、今は x の方から y を考えたけど、今度は y の方から x を考えたいんですよ。そうした時に、y の値を m とします。便宜上 m としますね。で、 m という値を取った時に逆に視点を持っていくと、ある値に一つ決まるわけです。こっちもそうです。 a の q 乗のところ同じようにある値 m とすると、その m に対して逆に視点を持っていくと、ある一つの x 座標が与えられるはずですよね。この時のことを、まあ、p と q それぞれですけど、ある m に対して逆に視点を持っていって、じゃあその時の x の値のことをどういうふうに表現するかっていうと、こういうふうに表現しましょう。はい、ログ a の m です。ログ a の m で、要するに y に m が入ります。 y に m が入ります。その時の x はどう求まるかというと、これがログ a の m ですよ。つまり x 座標のことね、この p とか q っていう x 座標のことが逆からたどればログ a の m というふうに出てくるよ。これを m に対する対数と呼びます。いいでしょうか。 m に対する対数、そしてここに a って残ってるね。これが t です。このログ a の m ってなった時も a のことを t と言います。でも m のことは逆に、真数と呼びます。新しい名前が出てきました。で、あとは、気をつけないといけないのは、 m はいずれにしてもy イコール a の x 乗なのだから、 y イコール a の x 乗の y にあたるものなのだから、 m っていうのは常に正です。そしてこれがこれからずっとこの対数の問題には関わってきます。これを真数条件と言います。真数条件より真数は正なので m は正ですっていうふうに表現するわけですね。まずね、基本的な、対数の、スタート地点はここにあります。教科書も指数のグラフから持ってきて、今までは x 乗の方の x に与えられたら y っていうのが a の p 乗、 a の q 乗のように出てきましたが、これからはじゃあ逆に y の値が1つ決まった時には x はどう表現するのって言った時に、ログ a の m という対数を持ってきますね。対数、そしてこの対数っていうのはあくまでもm に対する対数、そして a は今まで通り t、
でもこのラージ M に関しては進数という名前がついていて、進数のラージ M というのはここからはこのグラフから分かる通り0よりも小さい値は取りませんので常に正、これが進数条件としてこれからずっと付きまとってきますので、まずはここまでの内容を理解してから次に行きましょう。